皆さんこんこにちは、ショーマリです。今回紹介するトミカはこちらトミカプレミアムタカラトミンモールオリジナルスワル・インプレッサ 22BSTI バージョンですスケールは61分の1でアクションとキミカサスペンションのみとなっていますでボディカラーは黒になりますね で、ベベトトナナム、ベトナムになります。それでは開封していきます。取り出します。福袋プレゼントの紙が入ってました。では本体を見ていきましょう。こちらですね。では全体を見ていきます。まず左側面。 前、右側面、後ろ、真上、真下です。しっかり加工されていますね。 で、サスペンション、しっかり効いてます。それでは、詳しく見ていきましょう。ホイールも忠実に再現されていますね。で、ウィンカーは、しっかり色分けされていますね。中を覗いてみます。ハンドルや、 ギア、そしてシートの模様の部分まで忠実に再現されています。で、シートには色分けされていますね。赤と黒の2色で色分けされています。かっこいいですね。で、後ろの座席はこんな感じです。素晴らしい。 そして、前ですね。フロントグリルも忠実に再現されています。で、ここには STI の文字が書かれていますね。で、ヘッドライトはクリアーパーツになっています。で、フロント部分にはスバルのロゴマーク、エンベルムが書かれています。ルームミラーもあります。 そして反対側になります反対側のサスペンションもしっかり効いてますね。 そして、後ろになります。ブレーキナップは赤と銀の塗装で塗られていますね。で、ここには 22B って書いてあるんですかね。文字と数字が書かれています。そして、ナーバープレートの部分にも、えー、22BSTI と書かれていますね。 あと、この小さい文字はちょっと何って書いてあるのか分かりませんが、もしかしたら、インプレッサー 22B s t i バージョンと書いてあるのかもしれないですね。そして、ここも色分けされています。ウィングもかっこいいですね。 で、走りはこんな感じです。